はい、おはようございます。本日は12月10日、キャンプです。いやー、やっとキャンプ行けます。嬉しいですね。今日は業界のお仲間とたまには平日行こうということで、平日キャンプでございます。平日はほとんど行かないんで、あれですけれども、まあ、平日、まあ、楽しんで、今日は4人の男キャンプになりますが、楽しんでいきたいなと思います。できれば、キャンプ動画をずっと撮りたかったんで、いい、なんか紹介したいですね。昨日は、今日行く場所は朝霧オートジャンボリー、朝っぱら、今9時前ですね、まあ、超朝ではないですけども、まあ、行って、軽めの装備にしたいなと思ってるんですけども、友達がどのぐらい荷物展開するかによりますね。屋根だけはまあ自分が張ろうかなと思っておりますけど、それ以外はシングルで行くか、でかいのを出すかはちょっと迷っております。見えますか？富士山です。ちょっと遠いかな、骨格で。なわけねえだろ。すいません。はい、到着。朝霧ジャンボリーオートキャンプ場、常連ですね。今日はですね、なんと月曜日のせいか、この時期のせいかは分かりませんが、私が一人目でございます。まあ、このキャンプ場はね、非常に高規格といえば高規格なんですけれども、もともとバブルの時代の時にゴルフ場を作ろうとしてできた、ゴルフ場になれなかった、キャンプ場でございますので、非常に広いです。まあ、全てが人工と言っちゃえばそうなんですけど、まあ非常に広くて、今や川にはなってないんだけどな。まあ、でもそれ以外は、まあ見てわかるようにかなり自然っぽいですよね。誰も入っていないイコール誰も来ない可能性もあるということで、かなりメインランドを使いたい放題使えるんじゃないかなと。天気も非常にいいんでですね、富士山が見えるスポットに、行けたらいいのかなと思います。遊具がね、管理棟の目の前にあるんですけど、いつもはね、子供がうろついて大変なんで使いませんが、今日は平日ということもあるので、おっと、遊具がちょっとそこに見えてるとは思うんですが、まだ残留チームですかね、いますね。うん、天気もいいですし、どうしようかな、ここいいんだけどね、非常に。いいし、広いし、ここにしようかな。来てすぐですね。じゃあちょっと探索いきたいと思います。Yeah.
ですかね。これがあるんだから、ここから見る富士山は絶景でございます。でもいいでしょう、あそこ。これがあるからね、このスポット、このキャンプ場やめられません。今日は仲間に先駆けて最初に到着しております。この前ね、なんだか動画でうんちくばっか喋ったら、いいねじゃなくてダメねボタンが多くやったんで、今日はうんちくはねやめようと。かぶってるし、俺もね、性格じゃないから。はい、じゃあ勝高君、今回初参加、なんかコメントお願いします。頑張ります。頑張ります。やっちまった、こんなとこで来ちゃったよろしく。2度目の参加じゃあスイッチオンしましたんで。はい、ありがとうございます。テント組み立てます。完成らしいです。お、なんか俺の電話が鳴ってる。
明日なの？いいですよ。撤収が嫌なの。マジか。男すごく、あ、また適当な入れ方します。入れ方が適当です。なんかクロスに A 型に組むとかそういうあれはないです。まだこれからだよ、これから。そうですよね。寒くなるだろうな。この時間でこれですからね。この今鼻が少しずつ撮ってるんですか。いや、ずっとじゃない。たまに。動画ですか。動画。味玉たくやさんです。いや、持ってくんのはいいですけどね。使えるかどうか確認してから。じゃあ使えたんですよ。軽井沢ですか。なかった。俺のところはえのきはその時になかった。ちょっと食べてみてください。おい、よいしょ、どうぞ。すごい、何言ってんのか分かんない。いや、分かるよ。俺レクサスこの次買うのに。え、買うんすか。みんなあいつを狙ってます。もうね、レクサスよりね、俺日産にしようかな。自動運転自動ブレーキってやつ。手反発しちゃう。それは何で使ってたの。これね、家で太鼓の練習するときにこれ叩いて。ああ、ちょっとこれを工事に炭水化物って言わせないで食べよう。いや、これ炭水化物ってうどんだから。これほうとうだから。ほうとう炭水化物じゃないよ。炭水化物、ほうとうはあくまでほうとうだからって。衝撃の瞬間100選とか言ってさ、 TBS とかでやってるやつ乗らないようにお願いします。ジェネレーターが温まってくれば、いわゆるこれガス、あの、なんだっけ、バイクでいうチョークみたいな。だってタクヤもガスストーブは持つの。ガソリン持ってないだろ。ガソリンはね、やらない、危ないから。子供いるから、ほら、うち。先輩隠してない、全然露骨に。普通の話ですよ。キムチ鍋にキムチ入れるのは普通だよね。隠されてない。いや、大丈夫大丈夫。そのために下に板置いてるから。大丈夫大丈夫。洗脳言うな。でもあれ、なくさないんですかね。うまー、うめえやな。じゃあさ、これをストーブに乗っけて、こいつを持ち込んで、そう、もう中入る？入ろっか。まだ明るくない？明るくはない。明るくはない。もう十分日は落ちてて。俺も SPC 入った時、おかげさまでってやったから、オープンしたうちに、はい、俺をスタッフを貸したのよ、みんな群馬のメンバーに。はい、うん、でも俺がオープンした時は誰も貸してくれなかった、うん、でもそれは俺は求めてないからね。うん、一応なってさ、花束になるんじゃないよ。本当に初心を忘れてたよ、まあ、花束になったら本当お前嫌われるぞ。そうじゃなくたって嫌われてるんだから。その通りだ。今回珍しいな、あんなに人気あったのな。面白い。
ここだけの話だろうな。最高、うん、いや今回の選挙は大変だったらね、うん、いやだってあの4人とものスピーチ聞いてみな、うん、誰に言ってもおかしくないんだもん。本当ですね。工事最低こいつですよね。こいつが明日の翌朝の腰の痛さをどれだけ緩和するか。自分のことじゃないか。そう、炭水化物は皆さんダイエット中なんで、炭水化物はやめましょう。今日の鍋見てください。野菜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 でも金子さんが、今日は山梨来てるんで、なんと見てください、ほうとうは炭水化物じゃありません。そうです、その通り、その通りです。ほうとうほっとけー。うどんって書いてありました。うどんって食えません。うどんです。バッテリーここにです。今高速降りるところです。今回のキャンプは友人4人と、夜遅くまでやりましたが、キャンプ動画にはちょっと厳しいかな。まあでも600円です。思い出としてでもいいし、まあ楽しめる人だけ楽しんでくれればいいかな。まあソニーのマイクテストができたのは非常に良かったですね。どれだけの効果があるのかは編集しながらまた確認したいなと思います、次はまたソロキャンプになるのかな、冬本番でね、久々の、まあ、寝るまではすごくね寒かったんですけど、でも寝てから明け方まではね、モンベルのあれシャープ0かな、シャープ1かな、忘れちゃったけど、比較的もう寝袋の中では熱々でした。テントの中にストーブ1台で、あとはシャープ0だか1のモンベルの寝袋で寝たら汗をうっすらかきながら寝ることができましたんで、まあでもね本当に寒い冬キャンはね何やってもね寒いですね。
まあでも最近糖質ダイエットしてね、足先の冷えがね、非常になくなりました。あ、これも体質変換が進んでるんだなって思いながら、昨日は夜は、チゲ鍋を先輩がやってくれたんですが、チゲ鍋にほうとうとマロニーちゃんをてんこ盛りにして今日の朝ね、食べたんですけど、マロニーだらけでした、どちらかというとマロニー鍋ですね、それではまたキャンプレポができたらいいなと思っておりますが、よろしくお願いします。チャオ。